体操男子団体日本は全員初オリンピックの若い代表で銀メダル、連覇はならずということで、東京オリンピック体操男子団体決勝ですね、26日有明ですね、リオオリンピック王者の日本は、主将の萱和磨、谷川航ともに、セントラルスポーツ、所属ですね、橋本大輝、順天堂大学、北園丈琉、徳洲会所属で決勝に挑み、銀メダルだったと。5種目を終えてロシアのオリンピック委員会 LOC、 中国に続いて3位だった日本は、橋本が最終演技の鉄棒で中国を逆転し2位に上がったと。 LOC が金メダルに輝いた。全員がオリンピック初出場と若手主体で挑み、24日の予選で合計262.251点で強豪の中国 LOC を抑え首位経過したと。中1日で臨む決勝に向けて、萱は日本の強さを出していきたいと強気な姿勢を強調していたということでね、結果的にはね、銀メダルだったっていうことなんですけどね、本当にね、これ日本をね、よく頑張ったと思いますし、これ誇るべき、銀メダルだと思いますもんね。最後の橋本選手の鉄棒はね、まさにね、内村選手から橋本選手へのね、世代交代をね、感じさせるね、見事なね、演技だったと思いますね。ただそれ以上にね、この LOC がね、すごかったんですよね。この借りはね、4年後、3年後ですかね、3年後の新世代の日本として、返しましょうと。本当悔しいですけどね、テレビの前でね、もう叫んでもね、泣いてっていうことでね、橋本さんはね、本当、橋本選手は、内村選手をね、彷彿させる美しさ、があってね、本当にね、すごいなと思いますしね、内村選手もね、ちゃんと後輩がね、育っていますのでね、今回はね、一歩及ばずですけどもね、これからのね、日本の体操界はね、明るいし楽しみですね。まずはね、おめでとうということでね、感動ありがとうということで、本日のニュースためになったって方、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。では次のニュースでお会いしましょう。それでは、さようなら。